どうも皆さんこんにちは。ポケマゼのおもてなし1分クッキングニャスパーです。おもてなし1分クッキングはこれまで動画投稿はせずに考察生配信のみ行ってきました。ニャスパーは昨晩行いました。なんですけれども、今回特盛りの難易度がかなり高めというところと、編成の組み方がすごい難しいというのがありまして、動画の方でも簡単にまとめることにしました。なので生配信やアーカイブをすでにご覧いただいている方に関しては、この動画で目新しい情報はありません。なので無理して見なくても大丈夫です。もし生配信をご覧いただいていない方や、アーカイブで1時間半もあるんで長すぎるという方に関しては、こちらをご覧いただければと思います。では行きましょう。今回もらえるポイントはご覧の通りです。三つ星の特盛が当然一番多いわけですけれども、特盛の二つ星、要するに600万点超えであっても85ポイントもらえます。大盛よりは十分多いポイントになってますので、特盛三つ星の1000万超えがどうしても厳しい方は、600万点を超えた段階で1分クッキングを終了をすることによって時間短縮にもなりますので、場合によってはそちらも検討してみるといいかもしれません。まずは通常来店ポケモンのみを使用した無課金編成です。ヒバニーとタブンネとエルフーンとヒコザル。得意ギミックとしてはマシュマロだけカバーできていませんが、マシュマロは開いていればどのポケモンでも消すことができますので、優先度は下げていいと思ってます。では行きましょう。リーダーはヒバニーです。はい、最初がマシュマロですね。どのポケモンでも大丈夫です。でウェーブ1クリアで、次がチョコですね。まあ、エルフーの得意ギミック使って消してもいいですし、スキル使ってフィーバーゲージも貯めても OK ですね。そしてウェーブ3、グミが登場しました。なるべくヒコザルでうまいことグミを消す、もしくはスキルもうまく使っていく。なるべく早めに片付けたいですね、グミは。はい、ウェーブ3クリアです。これもグミ多め、ちょっと上の方はちょっとスキル使って、で左の方は隣接で得意ギミックで消しました。4クリアです。チーズも厄介なんでこんな感じで消しましょうか。でチョコを右側消して、左側消して、でメガホンもうまく使ってます。グミはね本当に厄介ですので、メガホンも使えるときは使った方がいい気がしますね。さあで、フィーバーに入ってますが、とりあえずイチゴは消して、でチーズをタブンネで消しながら、マシュマロも消せる分は消してあげて、で開いてる間にマシュマロ消して、そして練乳ですね。増殖はしますので、なるべくやっぱり先に片付けたいっていう思いはあります。うん、であとはグミを頑張って消せる分消すと、あんまり消せなかったですね。ちょっと一旦次また頑張りましょう。ここでスキル使ってグミを解除してます。さあこれもグミがかなり多めですが、とりあえず消せるイチゴを消していきましょう。イチゴはヒバニだと1個しか消せませんので、そこは注意ですね。でスキルができたら、このやっぱヒバニの、ね、スキルが優秀なんですよね。やっぱ横にかなり範囲が広くなってますので、それはかなり使えると思います。さあフィーバー2回目に入りました。まず、練乳消して、消して、でこれで練乳は怖くない。あとはグミ消して、でチョコを消しながら、チーズも消して、マシュマロも消えましたね。あれなんか残ってるチーズが残ってました。やっぱりバタバタしちゃいますね。さあ残りの時間でできること、とりあえずグミ消す、チョコ消す、あー消せなかった、残念。もうちょい頑張って消したかったですね、今。スキルでグミ消す、スキルで下の方を消せる分消す、で、イチゴ消す、あとはチョコを消してあげて、ウェーブ10クリアです。さあ、これもね、グミたくさんありますので、
消せる分はしっかりスキルもうまく活用して消していきますね。メガホン多すぎる。で、チーズ消して、チーズ消して、で、イチゴ消して、イチゴ消して、で、チョコ消して、チーズ消せる分消して、グミ、メガホンで消しました。これで1000万いけそうですかね。いろいろありますが、とりあえずどこから行きましょうか。グミから行ってみます。で、チョコ消して、練乳消して、あ、1000万行きましたね。はい、7秒残しでした。まあ、ギミックがね、今回かなり難しい、っていうのがありますので、無課金編成、決して楽ではありません。が、得意ギミックとしては、マシュマロ以外は全てカバーできてますので、ヒバニーをリーダーにして、プレイするのがおすすめですね。続けてはポイントボーナス対象のポケモン3匹をセットした編成です。5つ星のカビゴンとインテレオンとオオタチですね。で、残りの枠はヒコザルを入れてます。で、この編成の問題点はポイントアップにはなるんですけれども、得意ギミックを全部カバーできてないんですよ。特にヒコザルの枠はこれグミ役になってるんですけども、練乳を代わりに捨ててます。この3匹をセットする以上、グミと練乳枠が必要になってくるんですけども、グミと練乳を両方カバーできるポケモンが残念ながらいません。なので4枠目はグミにするか練乳にするかの選択になりますね。で、個人的にはグミは隣接では絶対消すことができません。練乳は最悪消すことができますけれども、グミはそれができませんので、グミ対策をした方がいいかなと思ってます。では行きましょう。リーダーは5つ星カビゴンです。はい、最初はマシュマロですね。はい、マシュマロまず消して消して、あんまり消せなかった。ちょっと大立ちが多いですね。カビゴンでチョコ消して、チョコ消して、カビゴンでチョコ消しながらマシュマロも消せる分消してあげて、チョコをまず消せる分消して、チーズ誰でしたっけ、インテレオンか。で、チョコ消して、やっぱり攻撃力はね、高い編成になってますので、スコアは割と伸びやすいですね。練乳が来ましたね。で、この練乳はとりあえずはちょっと一旦スキル打ちますけど、このカビゴの5つ星スキルの効果で周りのポケモンが消えてくれるんですよね。そのおかげで練乳の増殖を結構防ぐことができます。増殖させずに、なのでそこら辺はうまく使っていきたいですね。さあ、フィーバーですね。グミ忘れずに、今ちょっと5つ星効果消えちゃってるんで練乳の対処が少ししづらいと思いますが、もうこれはゴリ押すしかないです。なのでとりあえずもう頑張る。もう頑張るしかないですよ。いや、メガホンは使っていいですよ。メガホンは全然使っていいと思います。なるべく少しずつ少しずつこうやって増殖しないタイミングをうまく狙って消していきましょう。練乳は、練乳は増殖するときってポケモンを上書くんですよ。ということは練乳の周りにポケモンがいなければ増殖を防げるんですよね。なので5つ星カビゴンのスキル使った後に周りのポケモン30匹消しながらマッチングできますので、まあ、それによって練乳の増殖は防ぎやすくはなります。さあ、ではここはまずチーズを先に消せるように消して、グミ消して、こんなもんですかね。さあ、ここは合体スキルで一気に次のフィーバーに持っていきましょうか。今ちょっと変な連動しちゃった。でももう多分第2フィーバーでいけそうですね。1000万はグミが下の方にやたら多いのと、ヒコザルがあんまりいないのが問題。チーズ消せる分消して、チョコ消して、グミを頑張りたい。もうちょっとグミ、チーズ、マシュマロ、一応受けました。25秒残しですね。なので、
グミの対策をしないと本当にしんどくなりますので、グミ対策はヒコザルとかカモネギを入れると。で、練乳はさっきも申し上げたようにゴリ押しです。特にカビゴンの5つ星スキルを発動した後は増殖を防ぎやすくなりますので、うまく活用していくといいと思います。で、今回の動画はここまでにしておきますけれども、あの生配信の考察で行った時にコメントで視聴者さんからいただいたアドバイスいただいたパチリスをリーダーにするのも割とやりやすかったです。はい、今回スコアを優先するのか、やりやすさを優先するのか、時間を優先するのかによって結構編成いろいろ分かれると思いますので、なるべくプレイしやすい方法で編成を組んで試してみるといいと思います。ではここまでご覧いただきましてありがとうございました。